どうも、料理のおじさん、リュウジでーす。ということでですね、今回作らせていただきますのはですね、長ネギのトロトロレンジうどんっていうですね、ツイッターでも結構話題になったりしてたんですけども、こちらの方を作っていきたいと思います。レンジ調理なので、ね、めちゃめちゃ簡単なので、ぜひ作ってみてください。はい、材料の方行ってみたいと思います。まず、冷凍うどんが一玉分ですね。あと、鶏肉、こちらが 80g。もも肉ですね。はい、あとこちらが長ネギですね。これが2分の1本です。あとは調味料を使います。はい、じゃあまずですね、長ネギの方を切っていきたいと思います。これは小口切りで OK です。あとお腹、長ネギはですね、この青いところも使います。ここね、砂が噛んでる時がありますので、ここは、ね、よく洗ってくださいね。そうするとここも全部使います。こちらもですね、余すとこなく使っていきます。はい、こんな感じですね。そうしましたら、これをですね、全部耐熱容器の方に入れていきますね。こういうプラのがなかったら、普通の陶器のお皿でも大丈夫です。今日は、ね、長ネギたっぷり使いますのでね、こんな感じで入れていきます。鶏肉ですね、こちらは小さめの一口大に切っていきます。こんな感じですね。はい、こんな感じに切っていきます。で、これはすべてまたこちらの耐熱容器入れていきます。そうしましたら、調味料の方に入れておきます。これ、ウェイパーです。こちらを小さじ1弱。あと、お塩ですね。一つまみ入れます。あと、お酒ですね。が、大さじ1。あと、黒胡椒。これを、まあ、少々ですね。はい、ここに、うどんです。ふわりとラップしてください。こんな感じです。これを、レンジで6分。600ワット6分ですね。500ワットだと7分くらい。はい。まあ、適当にこんな感じ。まあ、混ぜまして、このほら、わかりますか、このネギのトロトロ感わかりますか。かなりトロトロになってますこれね。はい、でここにですね、ごま油ですね、まあ、小さじ1ぐらいですね。ちょっと風味付けに少し、はい、入れましたら、これまたよく混ぜて、ちょっと画面越しじゃこう伝わらないかもしれないんですけど、これめちゃめちゃいい匂いなんですよね。これめちゃめちゃいい。これほんとね、伝えたいんですけど、これ、ね、作ってくださいとしか言えないですね。はい、まあこのタッパーもね、このソースわかりますかね、これね。で、これですね、仕上げに胡椒をまた振ってあげると可愛いので、ね、はい、こちらですね、長ネギのトロトロレンジうどんの完成です。はい、それではですね、出来上がりましたね。早速食べていきたいと思います。もう香りがめちゃめちゃいいですね。ネギの香りと、ごま油、あと黒胡椒の香りがすごく香ってます。ちょっといただいてみたいと思います。これすごいね、このネギソースがね、うどんに絡んでるんですよ。うん、うまい。いや、ちょっとわざとらしいと思うでしょ。マジでうまいですね。ただね、ちょっとごめんなさい、わざとらしくなっちゃうのは、なぜかというと、これ僕のレシピなので、もう僕味知ってるんですよね。なので、食べる前からうまいこと分かってるんですけども、一応そういう風に言ってます。臨場感が伝わるよ。はい。いや、でもね、これ本当にうまいです。僕は、うどんレシピ、もう何十もありますけど、その中で一番好きなレシピなんですね。で、しかも、フライパンを一切使わずですね、耐熱容器だけでできる。包丁とか使いますけど、っていう手軽さがすごい魅力なので、めちゃめちゃ気に入ってます。香りがね、やっぱりいいんですよね。ネギの香りが、ほんと好き。ということですね、このネギのトロトロレンジうどん、これマジでうまい。なんかね、味的にはこう塩焼きそばみたいな味にしますね。はい、でこれね、結構ガツンとした味なんですけども、ちょっと、ね、レモン汁を垂らして、このレモン汁を、ね、ちょっとかけて、今思いついたけど、多分ね、絶対うまいと思う。これでも食べたことないんで、これ生のリアクション見れますか。めちゃめちゃ合いますね。これ結構このままだとってり味なんですけども、このレモン入れることによってです
すごくスル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 食えます。あの2玉ぐらいできる。なので、皆さんぜひですね、このレンジトロトロうどん、材料さえ切ってしまえばですね、もう6分間レンジに入れとくだけです。ぜひ試してみてください。